おかえり。ずいぶん遅かったな。どうかしたのか。私、分かっちゃった。え？誰が私を殺そうとしてるのか分かったの。本当？うん、多分チルだった。ち、多分ってそんなにじっと見えてなかった。ちゃんと見えてなかったんか。どうしてそれが分かったんだ。私、さっき殺されそうになったの。運よく見つからずに逃げ切れたけど。何？まだ住人に襲えたのか。誰かさんたちが追いかけっこをしている間にね。すまん。いいんですよ、いいんですよ、しょうがないですよ。が、ごめんね。あ、そういう感じでちゃんと謝ることできるんだ、君。あ、そうなんじゃ。それもこれも全部ジンのせいだからね。あ、でも人のせいにはするんだ。は？元はといえば、てめえのせいだろ。別に、僕、別に悪いことしなんてしてないじゃん。僕は彼女のことを思って助けようとしてるのに。それを邪魔してるのはジンだろ。なんだと？もうやめて。二人とも、私を取り合うのは。取り合ってねえぞ。ごめんね。じゃあ、早速チルから鍵を奪っちゃおう。鍵を奪うって言っても、チルなら無理やり力ずくで奪うことができるかな。いや、できるかな。今のチルはもしかしたら、ひょう変したチルやけん、もしかしたらパワーが上がっとるかもしれんぞ、今。でないとあんなグラララって声を出さん。そんなことできるわけねえだろ。それは僕もジンに同意だね。その気になった時の心中にはとにかくやばい。やばさがちょっとにじみ出とったよ。力ずくで奪おうなんてしたらその場で殺されちゃうかもしれないよ。じゃあどうやって奪ったら。とにかくまずはチルについて調べたらどうだ。そうだね。チルの弱点でも分かればいいんだけど。え？うん。さあ、ここからが本番だぞ。どうにかしてチルから鍵を奪うんだ。私にできるかな。最初にも言ったが、ここから出るにはお前自身の力で鍵を手に入れなければならない。僕も助けてあげたいんだけど。おい、ハル。ジンがこう言うからさ。その自分で脱出っていうことに何か意味があるんだろうか。わかった。じゃあチルから鍵を奪う方法を考えてみるよ。ところでさ、私と同じ部屋で暮らすのちょっとやめてほしいんだけど。てか自分の部屋って探索したことあったっけ。ないよね。この辺りもちょっといろいろ話してみたい感はある。チルが今回お前を狙っている住人であることは間違いないみたいだな。よし、まずはチルの弱点を見つけるんだ。きっと鍵を奪うのに役立つ方法があるはず。うん。いいか、十分気をつけて行動するんだぞ。おっしゃ。チルが君を襲う住人だったんだね。でもチルの弱点って一体何だろう。弱点か。なんか大事なものを取られたらさ、子供ってあーあーってなるだろう。そういうこと。そういうちょっと陰湿な感じでいく。そういう陰湿な感じでいく。大事だもんな。そうだな。まずはチルの部屋とかを調べてみたらどう。ジンと全く一緒のことを言っている。あ、聞き込みも。それもありか。他人の住人に、他の住人に聞き込み。もしかしたら何か手がかりが見つけるかも。でも怪しまれないよう気をつけてね。うん。そうか。机の上にはノートが置かれている。中には何も書かれていない。お、な、じゃあ何のノートじゃ。なんだ、ハリーポッターみたいにノートに書いたら誰かと会話できたりするの。聞き込み調査か。お、あからさまに出てきやがった、あの女。うわ、今階段を降りていったのチルだったよね。危ない。もう少しで鉢合わせするところだった。
でもこれってチルについての情報を知れるチャンスかも。そうやな。あ、ついていく方なん。いや、それよりも部屋に入っていろいろ調べる方が先かなって思ったんやけど。まあいいや、だったらついていく選ぶわ。よし、とりあえず後をつけてみよう。ちょっと待って、どうした、ハル君。ハル？あの子についていくなんて危ないよ。どうして？ついさっき君を殺そうとしたんだよ。そうだけど。さっきも言ったけど、それを聞いたって住人は本当に危険なんだ。だから、まずはあの子の情報を集めてみたらどう？そうすればあの子の弱点がわかるかもしれないよ。わかった。僕はこれくらいの助言しかしてあげられないけど、頑張ってね。何その悲しそうな顔。なんかハル君、主人公と過去で何かすごい仲良かったみたいな感じなんだろうか。そう言うとハルは部屋に戻ってしまった。ハルの言う通りだ。もっと慎重に行かないと。いや、だって俺だってそれ言うたやん。でも俺だって部屋ちょっと見た方がいいんじゃないかって言うたやん。ほら、部屋の四方が調べていい方がいい。なんで尾行を先にやろうとしとった仕向けてきとったん、ゲーム側。よし、じゃあ調べていくけど。ここがチルの部屋だ。ゆっくりしてたらチルが帰ってくるかもしれないし、早くカビを奪うために役立つ情報を見つけないと。クマさん、あとこれ。一体の人形を取り囲むように人形は並べられている。囲まれた人形は下をうつむいている。中央の人形はまるでいじめられてるみたい。どういうことだ。今年でこういうなんか表現をするのか。こういういじめの表現を。これは目を包帯で覆った黄色い人形。どういうことだ。 SM プレイか。SM プレイに目覚めてるのか、あの子。子供が描いた絵が置かれている。これってチルが描いたものかな。絵の中にはお母さんへと書かれている。ということはここに書かれている人はリーサ。面影がないな、全く。なんならもしかしたら壁がこんな感じじゃないか。拡大した壁がこんな感じじゃないのかっていう。それに目と口を足したらこんな感じになるんじゃないかって。そりゃ女の子やけんしょうがないけどさ、もうちょい特徴を捉えてほしかったところです。無理かな、あの年だったら。オルゴール気になるところ、なんもないか。じゃあ光っとるこれ。これはチルの日記。ちょっと読んでみよう。私の大好きなオルゴール。あの音を聞いているとなぜか眠っちゃう。うわ、眠らせる方法が書かれている。だから聞きすぎには注意なの。本当にすぐ寝ちゃうから。チルの日記にはそう書いてあった。オルゴール？これって手がかりになるかな。いや、先にオルゴール見たやんか、お前。オルゴールって言ってた。はぁってなるだろ、ここで。先にオルゴール見たんやけんさ、探してみようって言う。見たやろ、さ。つい先に見たや、お前。見ただろうが、お前。なんなら、この日記見る前に見たわ、お前。うーんじゃだよ、お前。日記に書いてたのって、このオルゴールのことだったよね。じゃあこれを鳴らせばチルを眠らすことができるってこと。その時だった。来たー、もう眠らせるチャンスと言わんごばかりに来た。廊下から足音が聞こえてきた。来たぞー。もしかしてチルが帰ってきた。ふんふん。いや、グワーだったやん。さっきグワーだったやん、お前。なんでチルで分かった瞬間ふんふんなのが。お姉ちゃんと早く遊びたいの。やめろ、その遊びたいがちょっと意味が聞こえて、ちょっと取れ方が変わってくるからね、それ。この声やっぱりチルだ。来たー。どうしよう、もう部屋の近くまで来てる。そうか、ここは一か八かオルゴールを鳴らしてチルを眠らせれば。確かに
眠たくなるかもしれないやつ。よし、これでチルは眠るはず。わっ、私も早くどこかに隠れなくちゃ。隠れる場所、ああ、チル、それ隠れてる、それ隠れれてる、見えてるんじゃね。この音、どうして私のオルゴールが勝手に鳴ってるの？でも私この音すごく好きなの。とっても落ち着くの。ちょっと眠くなってきちゃったの。ああ、こう見たら確かに可愛いな。襲いたくなる気持ち湧く人がいるかもな。俺はロリコンではないから、おっぱい大きい方が好きだから。いやだからって、この子がおっぱい大きかったら実は襲うみたいな、そういう話ではないですよ皆さん。そう言うとチルは床に倒れ込んだ。本当に寝ちゃった。これこそインスタグラムにあげるべきかもしれない。え、今のうちに早く鍵を奪わなくちゃ。私は眠っているチルを起こさないようにチルの体を調べた。どうだ、成長してるか体。あ、あれない。チルの体には鍵なんて出てこない。もしかして私を襲おうとしてるのはチルじゃないの？そんな、でもさっき見たのは間違いなくチルだったし。本当にチルだったんかな。え、まずい、チルが起きちゃう。紛らわしいな。早くしないと起きちゃいそう。もうちょっとだけ鍵がないか調べてみようかな。そして私は再度彼女を調べた。その時だった。なんとチルの腕がもげてしまった。なにこれ。ねえ若子さん、これゴミ？人形的なロボット的なやつだったんこれ。しかし依然としてチルは眠ったままだ。この子一体何なの？そこで私はチルを観察した。やめて観察って言い方が聞いたらなんかすごいいやらしい意味に聞こえてくる。え、この子人形だ。近くで見ると関節などが作り物なのがわかる。嘘、どういうことなの？私は困惑しながらチルをぼんやりと観察した。あれあれなんかな、ムールが実はこういう精密に動く人形のロボット的なのを開発して、それでお金儲けしているからこういう金持ちなんじゃないかっていう説が自分の頭の中に出てきたけど、だからって自分の娘をこう人形で作るか。あ、そこにはチルの人形が床に放り出されている。ああれ、人形のエプロンがめくれ、その裏にぼんやりと光る鍵が見えた。え、まさかこれが鍵？あ、大事なものを自分の大事なもののところに隠すっていうよくあるよね、そういうパターンか。私はその人形へと手をの、まあ、やばいちゃう、それもしかして人形がガブーってくるタイプじゃない？人形にも石があってもおかしくないよこれ。さっきの中石像のパターンがあるから。その時だった。ですよね、やっぱり私そう思ってましたけど、もしかしてこっちの方が本体だったみたいな話かもしれんし。キャーハハハバリチバチかー。やばい、酔った時のお母さんの声がかぶってしまったんじゃないか。うわ、あ、今の効果音、交換音ラボでのこの交換音ですね。突然甲高い声を上げて人形が動き出した。いやー、この俺がチールの
ばい。どうしてもリーサの寄った時のリーサと声がかぶる。こいつはただの人形だ。え、俺の鍵が欲しいんだな。だったら捕まえてみろよ。やばい、こんな細かい素晴らしそうなやつを捕まえれるのか。あ、ちょっと待って。そう言うと宙の人形は一瞬で部屋を飛び出していった。は、早く追いかけないと。私は急いで宙の人形を追いかけた。逃走中のように。わ、やばい、その爪で引っかかえたら絶対痛い。いた。うまいに俺が捕まえられるかな。そうなったらさ、ジンとハロを呼んできてさ、狩りをする獣のように追いかけたいぞ、お前。そうなると。ジンとハロ、この階におるだろう。あ、いた。こっちだぜ。リビング、キッチンに入った。おい、てか、ジンとハロを呼んでこよう。ジンとハロどこやったっけ。まあいいや、もう呼んでくるめんどくさいし。待って、いた。ちょっと待って。つかまくるねーよー。待てー。あれ、いない。一体どこ行ったんだろう。ここに逃げ込んだのは確かなんだけど、隠れやすそうな。うおー。え、ん、今かまどから音がしたような。もしかしてあの中にチルの人形が。え、それさ、あれじゃね、ここでもう火燃やして、熱い、燃える、やめてーって言いながら燃え始めて、最後燃えかすの中に火器があるパターンじゃないの。やめておこう。よっしゃ、焚き火大作戦、焚き火大作戦じゃ、焚き火大作戦焚き火大作戦、焚き火大作戦やろうぜ、焚き火大作戦やろうぜ。おい、もうだ、なんか出てこんでいいから、もう燃やせ燃やせ燃やさんか。しょうがない、見るしかないな、これ多分。よっしゃー、多分いけると思う、このパターン多分やる、いけると思う。そして私は慎重にかまどの中を覗き込んだ。え、おらんの。あれ、いない。どういうこと。確かにかまどの中から音がしたはずなのに。俺はここだよ。うわ、お前、自分が狙われてること忘れてないか。やばい。すると人形から鋭く尖った金色の爪が飛び出した。あ、そういうことか。なるほど。あ、あの爪、確かに最初に襲われた時に見た金色の刃物、あれはあの人形の爪だったんだ。怖くて腰が抜けちまったか。さあ、これで終わりだ。どうしよう。このままじゃ殺されちゃう。わーお、わーお、わー、タイム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 、詰まれ、どっかに詰まって、どっかに詰まって考える時間をくれ。タイム、詰まった詰まった、考えよう、このタイミングで考えよう。あー、来たー、刃物で対抗。ほっ、わー、刃こぼれしたやつ、はとげよ、あのデブ。でもよく見ると錆びてボロボロだ。こんなんじゃあいつを倒すことはできない。うわあ、これはマッチ。そうだ、これであいつに火をつければ。でもマッチの火じゃ弱すぎるか。マッキー、マッキーあった、マッキーがあった、マキちゃん、マキちゃん。まさか火あぶり大作戦っていうところは合ってたのか。焚き火で薪がたくさん置いている。ここにはかまどがあったよね。火加減を調整、そのためじゃない、そのため、じゃあ、オーマイゴー、オーマイゴー。あ、アイテムって、もしかしてアイテムの欄ってどっかなかったっけ。
あ、でもアイテムって自動で使ってくれるんよな。ってことはこれじゃないな。オーマイゴー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 とからだ。オーマイゴーオーマイ、嘘、さっきまでこんなもんなかったのに、どこから運んできてん、あいつ一瞬にして。どんだけ力強いの、あいつ。肉体労働させたらめちゃくちゃ役に立つやつ。めっちゃ笑ってるしね。油、油、そうか、この油を使えばマッチの火も大きくできる。あ、でもさ、いざ部屋に火がついて森広がったら出ていけんぞ。このこれがあるけん、これがあるけん、もう考えたり暇はない。その瞬間、私はその場に油をぶちまけた。いやー、ナイスんだ、この野郎。この子じゃなかった、ビタビタじゃないか。よし、これであいつは油まみれだ。こんがり焼いてやるパターンだったか、これ。あとは火をつければ、どうやってつくのか。くそー、もう許さないぞ。ちょっと遊んでから殴り殺してやろうかと思ってたが、今すぐ殺しやる。よし、あとはこのマッチを使って。私はマッチに火をつけた。マッチといっても歌詞のマッチじゃないよ。そしてそのマッチを迫ってくる人形に向かって投げつけた。うわあ、あっちちちちち。すると、その瞬間、油にまみれになっていたその人形は大きな炎に包まれた。キャンプファイヤーじゃ。あつい、あつい、くそー、油断した。人形を包む炎はどんどん大きくなっていく。頼む、火を消してくれ、助けてくれよ。もうお前を殺そうなんてしてないからよ。そう、そんなこと信じられるわけない。どうしてだよ、助けてくれよなあ。昔俺もお前を助けてやっただろう。え、過去に何かあったの。え、私を助けた？どういう意味？昔はいつも遊んでくれたじゃねえか、泣き虫なお前を励ましてやったじゃねえか。な、何の話をしているの？お前の話だよ。次の瞬間、人形は完全に燃え尽きてしまった。今のは何？泣き虫な私を励ました？意味がわからない。まるで昔の私を知っているかのような感じだった。大丈夫か？うん、よかった、無事生きてる。鍵ってこれだよね。キラキラ。で、ランカリー出てきたよ。なんか突然ランカリー出てきたけど、キラ流星のふーふーって。そこには輝く鍵が一つ落ちている。鍵が一つ目の鍵。すごい、やったね。この調子で他の住人からも鍵を奪っちゃおう。その時だった。消えた。私が鍵を手に取った直後、蒸発して消えてしまった。え、消えちゃった。おい、どうかしたのか。ねえ、私が鍵を取ると住人は消えちゃうの？ああ、この鍵は住人にとって魂のようなものだからな。それは死神にとって残白とは魂みたいな感じがブリーチか、お前。鍵を失うと姿は消えてしまう。じゃあさ、このまま鍵を順調に手に入れたとして、さっきみたいに一人ずつ住人が減っていくんだよね。そうだよ。そんなことして大丈夫なの？いくらここの住人たちが普通じゃないと言っても、一応家族が消されていくわけだし、
それこそ怒った他の住人に殺されちゃうんじゃない？ああ、それか。それについては大丈夫だ。なぜだ？え、どうして？家族が消えたんだよ。絶対怒るでしょう。あいつらは自分のこと以外にはあまり興味がないからね。何それ、ズコってなるよ、ズコって。でもさ、ムールさんはさ、自分の奥さんと離婚したいとか酒癖をどうにかやめさせたいみたいな、ちょっと気遣いと別れたいという気持ちの二面があるんだぞ。お前興味がないって言う割にはそこまで調べてんだぞ。お前、家族が消えようがそんなことには気もしない人だ。ちょっと感じだった。本当？ああ、本当だ。あいつらが普通の感覚を持っているなんて思うなよ。まあ少し違和感を感じる住人もいると思うが、問題ないだろう。違和感な、少しの違和感なんじゃ。そういうものなんだ。まあジンとハルが言うなら信じるよ。とにかく無事一人目の住人から鍵を奪えたんだ。すごいよ、自分だけの力で奪うなんて。うん。おい、まだ気を抜くなよ。はい、ごめんなさい。はい、わかりました。チンさんが言うんだったらそうでしょうね。わかりました。わかってるよ。とりあえず部屋に戻ってこれからの作戦会議をしようか。そうだね。でもちょっとだけ休ませて。おい、そんな場合じゃ。もうジン、ごめん、私ちょっと疲れちゃった。無理もないわ、あんな死闘を繰り広げたんだ。休んどいた方がいいよ。てかそれを守るのがジン君とハル君の役目だと思ってるんですけど。私、あとさ、今は気づいたんやけどさ、この主人公の女の子、なんで靴下の色、靴下っぽいやつの色を右と左で色違うの？そういうファッション、そういうファッションが流行ってるの？教えてみんな。あ、一箇所だけだった。これはこれでおしゃれな気もするけど。その瞬間、私は意識を失ってしまった。おう。潰したってことか。第一章完、残り5人だよ。いつ出てくるの？